はい、こんにちは。これはね、食パンでございますが、これただの食パンでございませんのでね、なんとチーズが入ってる食パンです。これはね、障害のある方たちが作ってるパン、まあ要は、作業所ですね。作業所の人たちが作っているパンというのがあって、まあそこでパン屋だと、まあなんていうのかな、他のパン屋もやっぱりすごいんだけども、そこのパンの人もね、障害を持ってる人たちが、こう、パンの、こう、なんていうの、作って、オーブンに焼いて、出してるわけですよ。で、やっぱり丁寧なんですよ。なんていうのかな。そこの店の人もね、なんていうのかな、いちいち聞くわけよ、こういうのを買うと。例えば、一つごとに切り分けしますかとか、切り分けして、そして、まあ、新聞にできたようなね、そういったものにいりますかとかってね、細かく聞くんですよ。でその人たちがおそらく作ったであろうその新聞の、袋があるわけね。でその中に入れてください、その中に入れてお渡ししましょうかみたいなね。だから非常に他の、まあ、パン屋さんも、まあ、親切は親切なんだけど、他のパン屋以上にやっぱりちょっと違う親切さがあるんですよ。うん、ちょっと違うっていうのは、他のパン屋さんはそこまで言わないのね。言わないし、そこまでしないんだけど、でも、障害者の作ってるパン屋さんっていうのは、ちゃんと切り分けいたしましょうかとか、袋に入れましょうかとかということを聞くんですね。まあ、そういったところがね、非常に良いんではないかな、というところがあるかな、ということですね。で、こちらが、こちらなんですが、私はちょっとこのままでね、買いましたけども、これ一斤で350円、もっとでかいのがあって、でかいやつですと450円ぐらいかな。まあいずれにせよお安い感じですよ。ほらこうやって見るとこれはチーズが入ってるんでしょ、この中に、ね、チーズが入ってる。では、ちょっとフランスパンみたいな硬さありますね。フランスパンみたいなさ、なんだろう、この、硬さがあるのよ。うん。でもフランスパンみたいな硬さがあるんだけど、このチーズが入ってるでしょ。そうですね。こうやって切ってわかるの。なるほどね。こうやって、こんなに食パンに、このチーズを入れる。だからおそらくチーズを入れることによって、なんだろう。普通これはパンって日数が経つとさ、まあカビてきちゃったりするわけじゃん。だからそれを、本来、袋に入れてスーパーで売ってるようなパンっていうのは防腐剤っていうのを確か入れてるはずなんですよ。だから普通のパン屋っていうのも、まあ防腐剤は入れてはないかなと思うけど、要はそういった中でね、なぜかというとそういったの入れちゃうとちょっと新鮮っていうものから考えたら、ちょっと新鮮からちょっと外れちゃうから、だから防腐剤っていうものを使わずにどうやったらできるのかと、ここでこのチーズを入れたんじゃないかなと。チーズを入れることで、そのカビの発生をいくらか抑えられるんじゃないかな。うん。なので、これはね、なかなか良いわけや。で、こういうところで新種のところっていうのは、普通の包丁じゃないんですよ。パンを切る専門のものがあって、で、こういうパンを切る後を聞くのは、そのパンを切る専門の包丁で、切って、一等に切って、で、お渡ししましょうかと、いうわけです。だからそういうところを言ってくれるところの方が、良いんですよ。やっぱりそれだけ丁寧に作ってるしね。うん。
で、この障害のある方たちが作ったからといったら、全然味は、パン屋さんと変わんない。うん、パン屋さんと変わんなくて、非常に美味しいです。均等位置に違って。だからこれ、すっちゃかめで350円ぐらいだな、けども、まあ全然お安いぐらいよ。まあ通常のスーパーに売ってるパンと比べれば多少はちょっと高いかもしれないけど、でも新鮮なものを新鮮なうちに食べたい。要するに時間とか日にちが経過したものよね。それを考えたらば、こういうところのパン屋の方がいいです。やっぱりその日のうちに食べられますからね。うん。なので、このチーズが、ね、このチーズっていうか、スライスチーズみたいな、うん、そういった感じを入れてる感じだね。カマンベールみたいに、この丸いチーズっていうより、どっちかっていうと、スライスチーズ、スーパーなんかで売ってるスライスチーズみたいな、あれと同じようなやつを、このパンの中に入れてると、入れた感じです。だから、味としては、非常にいいんじゃないかな。うん。まあ、チーズパンってのもね、あんまり聞いたことはないけども、世間的っていうか一般的には。だけどそこにチーズを入れることによって、おそらくは、そのカビというものを、まあ、防げるようにすると。うん。カビの発生というのをできるだけ短くしようと。そういう努力の策で作ったのではないかと考えられます。まあ、これはあくまで私に推移ですよね。でもまあ、なかなかこのパンは、柔らかくて、フランスパンみたいな硬さはあるものの、かといってフランスパンみたいな硬さはあるんだけど、フランスパンほどめちゃくちゃ硬いわーっていう感じじゃない。うん。フランスパンほどの硬さはないんだけど、少しこう柔らかみがあるパンっていう感じかな。まあ、なかなかね、いいものをね、やっぱり作ってくれますね。だこういうチーズがね、入ってるっていうのはね、なかなか、ちょっと他のパン屋では見られない。風というか、うん、そういったところがね、非常にいいなと思ってます。どうなんだろう。